はい、今日は4月の9日、夜8時半過ぎました。現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に虚勢を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、見張り番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ、今日も大阪市内、ね、家内にちょっと差し入れね、面会ができないんですよ。ね、つまり病院で面会表を書いて提示したら即座にそれと代わりにね、体温計が受付で渡されるわけなんですね。そして体温を測って36度2分でしたね。それぐらいで即座にね、受付からその会ですね、入院している会等のナースステーションに連絡してもらってね、そしてそこまではね、行けるんですよ。そうしたところナースステーションね、行ったら看護師さんが待っていてね、そして差し入れの品物と持って病室にはね、看護師さんが行かれるわけなんですね、伝言伝えに。そして宅下げの、ね、洗濯物を預かって帰ってくるんですね。ほとんどのね、全部のおそらくね、病院がね、そういうシステムで本当にね、警戒態勢をとっていますね。そしてこの前日曜日と同じく、ね、今日らでも ほとんど、まあ、仕事のね、車走ってますけど少ないですね。そして高速がね、この東大阪13号線というところはね、本当にね、混むんですよ。ね、大阪市内に行くね、東大阪から高井田の乗り口とね、3つあるんですね。東大阪に阪神高速大阪行きのね、上り線ですね、行く高井田入り口と、ね、永田入り口と、そして中野入り口。4つありますね。水灰の乗り口4つあるんですけどもね、まあ一番混むのが高井田のね、入り口から要するに永田、中野ですね。しかしほとんどね、混むということがありません。今ね、本当にね、高速道路もガラガラなんですね。さあ、これでね、先行きどうなるんでしょうかね。しかし安倍総理のあのね、国のやっている行政、数字だけが一人歩きして、その中身がね、なかなかね、決まらない。そして1世帯に30万円ずつの話などね、どうもね、うまくいっていないようなね、報道がされていますね。それよりも何よりもね、まずね、この自分がこのウイルスにかからないことなんですね。ですからなるべくならね、言われるようにね、家から出ないようにね、しなければ自分の命は自分で守れでしょう。私の口癖ですね、それは。自分の命は自分で守らなければ誰も守ってくれません。それは日頃から言えるね、ことなんですね。一時が万事ですね。そのようにね、心がけていたらね、そしてまた私がね、違う面で言うのは、人は病気では死にません。人が死ぬのは寿命ですね。そうでしょ。今日もそんな話をしていたんですがね、30センチの溝にね、はまって自転車で倒れて亡くなる人もおったらね、30メーター車で落ちて1週間10日生きていた人いますね。それと同じなんですよね、寿命のある人は。私ね、体験したのがね、そうですね、50年ぐらい前ですかね、田舎のね、近所のおじさんがね、私が20歳ぐらいの時ですかね、大阪にね、出てきて、大阪でもね、あの淀川区ですね、西淀川区の方にね、出稼ぎに来られていてね、そこにね、尼崎に大原病院っていうのね、今でもあると思うんですがね、そこにね、私のおばちゃんですね、親父の姉さん
ね、がお勤めになっていたんですね。そうしたところに工事現場で怪我をしたっていう人がね、運び込まれたらしいんですね。そしてその患者がね、最初わからなかったとね、運び込まれて大怪我をしてね、もう ICU に入ってね、これ助からないんじゃないかなと言われたらしいですね。それをね、看護している時にふっと顔を見たらね、当然そのおばちゃんも田舎、本当にね、過疎化した田舎ですからね、たった11軒しかないね、本当にね、よく私が言うのはね、JR の駅を降りたら駅にカゴかきと牛のおっさんが待ってるんやと、牛乗って2日、カゴ乗って3日というようなね、冗談で言うんですがね、そういう田舎なんですよ。そこでね、同じ年代で育ったね、その運び込まれたね、その怪我を、大怪我を負った人がね、たまたまですね、ですからその人だったらしいんですね。そしてもう医者も、もうおそらく助からないだろう。ね、これはもうね、おそらく無理かな。ね、ここ一日がね、もう峠だろうと言われとったらしいんですね。ところがね、その人がね、本当に医者もね、もうくぶくりんダメだと言われた人がね、助かった。ね、そのおばちゃんのたまたまね、尼崎のその大原病院ってね、50年前の話ですよ。ね、運び込まれた人が自分の村、近所の本当のね、2軒隣のね、田舎で一緒に育った人だった。ね、そうしてね、話をしてくれたことがあるんですね。そういうことをとってみたらね、医者がもうダメだろうと言われたのに、ね、健康元気になってね、そしてまた働けるようになった。ね、こういうことを聞いて、見て、聞いて知ってますからね。ですから、ああ、人はね、本当に病気では死なないんだな。その人の持っている寿命でね、死ぬんだな。あの寿命でみんな人は死んでいくんだなと思うんですよね。ですからこのコロナウイルスね、本当にね、猛毒らしいんですね。しかしね、肺炎ってなったらね、本当に苦しくね、この肺炎、肺がんね、本当に苦しいらしいですね。その肺がんにかかった人はね、しかし私のね、弟が言ってる弟のね、おじいちゃんね、私にはね、おい兄貴兄貴と私をね、その弟を養子に行ってますから、私に向かってね、おい兄貴兄貴って言われたんですけど、そのおじいちゃんがね、確か80何歳だったもんですね、83か4だったと思うんですがね、本当にタバコがね、もう好きで1日にね、50本60本平気で吸っていたという人がね、肺がんだったんですね。そしてね、その兄弟はね、府会議員や政治家一家だったんですね。ところがそのおじいちゃんも政治家の最高顧問までね、されていた、ね、政治好きな人だったんですが、その人が大阪の成人病センターでね、その弟、自分の弟をがんで亡くされて、自分もね、そこへ検診に行ったら、私がね、連れて行ったんですよ。ね、すべての CT スキャンいろいろね、レントゲン取ったら、これ肺がんですと。ね。そして、親族会議を開いたんですね。そのおじいちゃんも80超えてましたからね。ですから、手術して、ね、五分五分だ。ね、手術しても、肺がんの手術をしても、ね、五分五分でしょうね、と医者が言われたんですよ。ね、それを私はね、その身内に伝えたら、ね、そしたら親族会議ですね、どうするかというのをね、やって、なかなかね、おじいちゃん、ワンマンなおじいちゃんでね、人情味のある人だったんですけども、そのおじいちゃんに、ね、どうするんだというね、聞く、ね、それ、聞く人がいないと、身内で。ね、だから、私に、ね、聞いて、くれないかというね、言われたんですよ。ね、その頃ね、
おじいちゃんね、なかなか達者な元気なおじいちゃんでね、要するに今で言うね2号さんのが近所に住んでおれたんですね。しかし本妻さんはね、自分の奥さんはもう早く亡くされていたんでね、今そのね2号さんのところにおるとね。そしたら私にね、どうするんか、どっちにするんかね、手術するんかしないのか一回聞いていってもらいたいと言われたんで、いや、いいですよと私が言ったんですね。そしたら私が、おじい、どないする、切腹するかと言ったんですよね、聞いたんですよ。そしたらね、いや、もうわしは切腹はせんと言われたんですね。あ、もうそれでいいわと言って、その返事をね持って、私は家族会議を行われているところに行ってね、おじいちゃんは切腹はしないと言うてありますわと言ったところね、そしたらもう本人に任せようね、言って言われて、肺がんはね入院して本当に苦しんでね亡くなる、こうねみんな言われたんですね。ところがね、ある日おじいちゃんが倒れたね、じいが倒れたと言ってね、弟から連絡が入ってきたんですね。それで私が駆けつけたところね、なんとその2号さんのお家でね、吐血してそのまま亡くなられた、ね、本当にね豪快なおじいちゃんだったんですね。その頃にね、おそらく私がね何でも屋の駆け出しの頃ですから、便利屋の始めた頃ですからね、昭和初めてね3年4年目ですね、昭和60年だったと思うんですよね、亡くなられた。61年だったと思うんですね、亡くなられた。ね、その頃ね、そうですから、今から何年前ですか、35年ぐらい前ですね。その頃にそうして私がね、何度もね、政治家と同席して、うちのおじいちゃんが最高顧問していたね、その政治家と国会議員、有名な国会議員ですね、その人と何度も一緒にね、その応接までお茶飲んだことがあるんですよね。私はその頃政治についてはね、もう何の興味もなかったんですよ。ね、その頃ね、私も今から35年前といったらね、まだ35、6ですから、政治家を、ああ政治に興味あるなと思ったらね、おそらく今頃ね、政治家をなって引退してるか、まだまだ元気ですから、ひょっとしたら政治家になっていたかな。ところが政治に目覚めたのがこの愛国者になってからなんですね。ですからこれまでね、選挙に立候補しましたがね、なかなか活動家の方がね、この赤い車の方が有名になりすぎているんですね。東大阪の市民ね、要するにちょっと政治に興味もある方ならね、この赤い車、日の丸をつけた赤い車ね、みんな知ってはりますね。そして悪評だけが先行していくわけなんですね。ですからなかなかね、しかしね、昨年の9月にはね、市民の方ね、この有権者多いんですよ、東大阪はね、50万市民のうちでね、40万人の有権者がおられるんですね。ということは本当にね、50万のうちね、18歳未満はたったの10万人ということですね。よく言われますね、高齢化社会、少子化社会と、ここを見たらよくわかりますね。要するに20歳以上の有権者ね、年寄りは多いけども、それを逆三角形ね、それを支える子供、40万のね、大人にとって子供が10万人しかいない、ね、そういう本当はっきりした状況ですね。高齢化社会の少子化社会というのはね、そういう中でおいてね、有権者がね40万おるのに、なんと投票率は 38% なんですね。ということは10人のうちね4人も行っていないことなんですね。まあこれは今の日本国のね、選挙のあり方ですね。都会ほど投票率が低いんですね。投票率がね、一時の田舎のようにね、
60% 大方に田舎というのは 70% 以上なんですね。過疎化した村の 町会議員の選挙などはね、ほとんどの人が選挙に行く。ね、しかしこの都会ではね、興味のある人と政治に興味のある人とない人はっきりとしていますね。興味ない人はね、いくら選挙カーが通っててもうるさいなって、なんやねんあれっていうぐらいしか感じないんですね。私がね、替え歌で言ってますね。ね、自由な世界に住みながら、ね、勝手に文句を言いながら、選挙の時には知らん顔、選挙に行かない人がいる、選挙に行かない人は誰、ね、この月光仮面の替え歌ですね。どこの誰とは言わないけれど、ね、どこの市民と言わないけれど、選挙に行かない人がいる、ね、自由な世界に、ね、住みながら、平和な国に住みながら、政治のことには無関心、ね、政治のことには無関心になれば選挙に行かない人がいる、選挙に行かない人は誰、これをね、いつもね、走る時にね、今あちらこちらで今日もね危惧されていますね。アメリカでもそうですね。大統領選挙今年の11月早いもんですね。もうあのトランプ大統領になってから4年が経つんですね。ちょっと変わるかな、世界がね、あのトランプ大統領が誕生した時にね変わるかな、ところが違う方向へ変わりましたね。世界の警察と言われたあのアメリカがトランプ大統領になってもっとね強力な権限を発揮するかなと思ったら、さあ引き上げろ、ね、世界に出て行っているアメリカ兵隊海軍や陸軍引き上げろ、ね、まずはアメリカが一番、ね、一番だ、アメリカのことからだ、ね、理屈は覆っていますね。なぜならば今の安倍総理を見たらよくわかりますね。去年おととしとね、どれほど外遊されましたか。そして何百億円というね、この私たち日本国の資産をね、金を持って行ってばらまいてきてね、さあこのようなコロナウイルスがね、なって、私がいつも最初に言いましたね、今新聞でもね、そのようにコメントするね、コメンテーターが書いてますね。今の日本の姿、このコロナウイルス、商売ができない、店を閉めなければならない、ね、このような状況が、ね、本当の各全世界の、ね、国、今、ね、局面している国、これが人間の本当の姿ではないのかな、ね、会社が潰れる、働くところがない、ね、このようにして、ね、一つのそういう、ね、ウイルスでこの全世界がね、産業という、ね、ものがストップする。ね、もともとこの産業というのは人間の世界からはなかったんですね。そう思いませんか？ね、太古の昔にはそのような産業、例えばね、服を作るとか何を作る、ね、人間が楽をするような、ね、機械、ね、例えばよく言われたね、我々の親父、ね、おふくろが育つ頃に、ね、土方、そうですね、道路工事、河川の工事なんか、土方の仕事だ、ね、肉体労働ですね。しかし、ね、肉体労働は人数がいる、ね、力仕事で、ね、大変な労働力だ。ならば楽するように、クレーン車とか、ブルトーザーとか、ユンボとか、ね、それが1台やったら人間の20人力、30人力、いやいや100人力というね、そのような機械を人間が楽をするために作り上げていった。ね、そのね、現在に100人力のね、その機械がなかったら人間が働いてね、スコップを持って仕事をしていたわけなんですね。
ところが現在で私たち人間がスコップを持ってね、道路工事、水道管の入れ替えを全部ハンマーを持って割って、そしてやっていったら原始的な仕事やな。しかし今になったら、ね、この資本主義社会の企業、ね、会社が閉鎖された、ね、ならばこれからね、襲ってくるであろう、ね、いつも今、ね、テレビなんかで言われている食料品ですね。今はまだ豊富にある、豊富にあると言われていますが、全世界がこのようなことになっていることをね、政府は発表しませんね。果たして日本の貯蓄、ね、食料品、1億2000万人がね、生活できるその食料品、多彩にあるっていうのは、ここ半年、1年ぐらいのことをね、現在の政治家はね、何も言いませんね。食料品は豊富にありますというのは何ヶ月先のことを言うんでしょうかね。確かにね、あの米ですね、日本の国はね、米だけはね、大量に貯蓄されているらしいんですね。主食ですからね。しかし今現在スーパーにね、異変がだんだん起こりつつありますね。1ヶ月間ね、出勤禁止ね、外に出ないでください。まずみんなが考えることはそうですね、この食べ物、食料品、家にこもればね、腹が減らないかいったり、そうではないですね。朝昼晩とね、食事は定期的に取るようになっている。しかしこれがね、家にいて何もしなかったら、ちょっと食べ物も控えてね、行くように、今1ヶ月2ヶ月でね、そのような心配はないかもしれませんが、半年1年とこれが続いたらどうなると思われますか。何もね、煽ったり扇動するわけじゃないんですよね。政府はね、今の政府は行き当たりばったりね、そのような発表するから、本選になった時、本番になった時は慌てるわけなんですね。そしてね、できもしないことをね、やって施行すると言って やっているふりですね。そのように書いてる新聞もありますね。しかしそのような時に、私がね、昨日おとといね、月曜日ですかね、この月曜日に役所に行ってね、家庭内に市民が閉じこもったら何が増えるかっていうのは、一番に増えるね、食べ物のね、残った残り物の包装紙とかね、あのパックとかね、ゴミとして出すでしょうとね。そうしたら普通の通常時の家族がみんな家にいたら必ずゴミが増えますねと。だからこのゴミを収集する人たちね、この人たちがマスクをせずにね、あの焼却場にゴミを収集して持って行っていると。しかしそこのね、捨て場にはパッカー車が入ったら自動、ね、自動扉でね、密封されるような形になると。その中にね、20人ぐらいのね、人たちが、10人の職員がおって、そこにね、3人乗りのパッカー車が5台入ったら、もう5、3、15、25人のね、密封したと地域になるわけなんですね。ならばそういうところにね、マスクをなしに入っていって、ね、ゴミ収集車、それは瞬間的にはね、時間的にはね、5分ぐらいでしょうね。パッカー車がバックして、ね、後ろのね、煽りを開けて、そして収集してきたゴミをね、その焼却場のゴミのところへ捨てていくと。そしてそれが終わったら、またパッカーの後ろを閉めて出ていくと。出ていくときに扉が開くんですね。ですから入って扉が閉まって、出るときに扉が開くという状況は、中は密封になるわけなんですね。そのようなところに万が一にもね、ゴミ収集車のそのようなね、作業員がこのコロナウイルスに侵された場合にね、一番に困るのは
この家庭内から出されるゴミ収集ですね、家庭内ゴミ。ね、ですから、ね、私がこのような、ね、市の職員、あなた方は市は、ね、職員は、ね、立派な役所の中に座っていて、みんなマスクをやっているけども、ね、ゴミを収集する民間委託業者でね、マスクをしていない作業員がおる。このような、ね、人たちの職員だと思ってね、いくら民間の委託業者であっても、ゴミを収集する作業員であればね、これ、万が一にもそのような作業員がコロナウイルスに侵された場合には、誰が代わりにね、家庭内ゴミの収集をして回るんですか？ね、職員でここに机に座っている環境課のあなた方が回るんですか？そうではないでしょう。ならば、職員の同じ立場として、ね、今国からいろいろね、何が必要かと言って来られるのはないですか？ならば、職員のマスク、ね、優先的順位をつけるんであれば、ね、せめてそのゴミ収集者の作業員の、ね、マスクの確保まで申し込むのが、ね、あなた方の責務ではないですかと私が、ね、要望したんですね。そして環境課の課長にそれを要望して、次は議会事務局の議長ですね。現在東大阪市が鳥居議長なんですね。事務局長を通して鳥居議長に、ね、ゴミ収集者の作業員のマスクもなんとか役所でね、手配してください。ね、そうすることによって、ね、安全、この私たちのゴミを収集してくれているね、作業員の安全を確保してもらえませんかと要望したんですね。そしてその帰りに水灰のゴミ焼却場へ行って、そこの所長ですね、現在 職責は局長ですね、ゴミ焼却場の局長、ね、清水局長にお会いして、ね、なんとか、ね、あのゴミのスケール、ね、ゴミの量を測るところでね、そこの入り口のところに、ね、マスクを、ね、つけて搬入してください、一般の人も持ってきますからゴミをね、そのようなマスクのない人にはね、役所、市役所から、東大阪の市役所からマスクを手配してもらって、ね、一般の人たちがゴミを持ってきた時に、マスクをしていない時にはね、一般で買えませんからね、今ないので、ね、張り紙をして、搬入する時にはマスクを着用してくださいと言って、もし、ね、マスクがない人には、入り口で、これね、次からは必ずマスクをして、入ってくださいねっていうような張り紙をして1枚マスクを渡すようにしてもらえませんか、ね、そうしたらその局長も、ね、本庁と協議して、ね、なるべく一日でも早くそのようにしますと言ってくれたんですね。ですからこの役所の行政というものはね、自分の立場のね、仕事さえやっていたらいいというのがね、どうもね、マンネリ化、どの役所によってもそのような形なんですね。各課に以外の仕事はしない。ね。このような気持ちがね、もう蔓延しているんですね。だから昔から、ね、この役所、ね、役人、市民のために役に立つ人、だから役人と言ったそうなんですが、今の連中は違うんですね。ね。役に立たない人なんですね。市民の税金でのうのうと、ね、生活している政治家筆頭に、そうですね、4月1日になったら、ね、大々的に新聞広報された党助成金317億円、わしづかみに先取りした現在の、ね、国会議員、この連中らが、ね、全てこれを今年はいりませんと、市民のために出して、ね、一軒あたりにたとえ1万円でも配ります。このようなことを言ったのにかっこいいんですけどもね、そんな政治家誰もいませんね。市民が払った税金を与えるんですからね、何もありがたく思わんでいいわけですね。貯金をしてたものを返してもらう。しかし考えが違いますね。さあ、今日もぼやいてまいりました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。